センターから台風18号の情報をお伝えいたします。台風18号は東シナ海を北上中、依然として猛烈な勢力を保っています。現在の衛星画像を見ていきますと、台風18号に伴う大きな雲の渦巻き、沖縄などからはだんだんと離れつつありますけれども、しっかりとしたまだ形が整っている状況です。台風中心付近の目はややはっきりしなくなっているものの、中心付近を取り巻く雲というのは非常に発達していて、依然として勢力が強いことを示しています。台風のこの後の進路を見ていきます。台風18号は4日午前9時現在、久米島の北北西およそ170キロの海上にありまして、北へ時速20キロで進んでいます。中心の気圧は915ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は55メートルで、依然として猛烈な勢力です。この後今日4日は東シナ海を北上しまして、夜にかけて徐々にではありますけれども勢力を弱めていく見通しです。5日に日付が変わる頃からは上空の強い西風、偏西風に乗るような形で東寄りに進路を変えて、5日の午前9時には対馬市の西の海上に達すると見られます。この段階では北東に時速40キロで進むということで、だんだんと加速していく見通しです。今のところ予報円の中心を通った場合、陸地からやや離れたところを通りますけれども、日本海の沿岸には活発な雨雲がかかりまして、この台風の進路にあたる北陸や東北エリアでは雨の強まるようなところがありそうです。また台風から少し離れる太平洋側のエリア、こちらも雨はそれほど強くならないにしましても、南寄りの風強く吹き込むようなところがありますので、台風の進路から離れていても強い風には注意が必要となります。この後の雨や風のピークのタイミングを確認していきます。九州南部では台風に向かって吹き込む湿った風の影響で、今日の夕方頃から雨の強まるところが出てきそうです。そして5日の午前中は台風が最も近づく九州の北部で雨風が強まりそうです。特に五島列島や対馬などは暴風に見舞われますので、警戒が必要となります。その後、中国エリアに雨の風の強いエリア移っていきまして、夜方から夜にかけては東北北陸でも雨や風の強まるところが出てきそうです。近畿から関東にかけては雨が強まるのは一時的、どちらかというと風に注意が必要となってきます。また台風が低気圧に変わって東に抜けた後も、北日本では等圧線の混んだ状態続きますので、東北では西寄りの風強い状態が6日いっぱいは続くと見ております。現在は台風が沖縄から離れつつあり、落ち着いた状況となっておりますけれども、明日朝には九州北部に近づく見通しです。今日中に早めの対策を済ませておくことをお勧めいたします。以上、台風情報をお伝えいたしました。